月3連休イエーイ第3回居酒屋バンライフ静波海岸出発だ。おーうぅさあやってまいりました。ここだね。ここか。ここだ。ちょっと狭かったね。でも大型のダンプが入ってくれるって言ったから、そうですね、ここですね。ここですね。なかなかなボコボコ道ですね。あれそうだったっけ。後ろのトレーラーの関係上ゆっくり進みたいと思います。さあここですね、やってまいりました。日陰あり、今まで出るさあ、あの奥側ですね、行ってみましょう。おらーい、おらーい、おらーい、ストップ、その辺、うん、よし、ちょっと見えないけど無事到着&駐車 OK。 それでは準備しましょう。お疲れ様でした。時刻は12時半ぐらい。そうだね、もうすぐ1時かな。到着してようやくセットアップできました。ひとまず今日はこれでビール飲んで寝たいと思います。お疲れちゃん、明日から居酒屋バンライフ、イエイ。さあ今回はですね、扇風機をね自宅から持ってまいりました。ポータブルバッテリーで回してますね。まあ結構外からも風入ってくるので、ちょっとね蒸し暑いです。はっきり言って、まあ僕らねずーっと車中泊扇風機とね、うん、サーキュレーターでやってきてるから、ね、まあ、そんなちょっと今日風もあるしね、まだ今のところ十分あの扇風機で耐えられるかなって。人が撮影してるのに撮影するって失礼じゃない？すいませんね。天然パーマ。おはようございます。続々と到着でございます。今回のこの、居酒屋バンライフの場所ですね。親父パーキング使わせていただいてます。結構ね、広く使っていいよって言ってもらえたので、こっち側をね、使わせてもらおうかなと思います。さて、続々と集まってきております。時刻は7時半ぐらいかな。いつも通り、こちらにはプールがね、用意されてます。めっちゃ気持ちよさそうだな、プールチーム。海よりプールの方が人気。再会小一郎さん。3年ぶりぐらいですね。そしておばちゃんもお元気でしたでしょうか。何度も言ってる。よかった、よろしくお願いします。まだ来るんですね、大工。はい、ね、全部で22台来ます。ね、子供が今回すごい多いので68人とか。すごい、やば。学校2クラス。そうなんです。さあ、フリスビー犬が自由に遊べる日です。どうも、これはスマホです。ほんとだ、スマホケース。ありがとうございます、手作り、素敵。さあ、そしてワンコプールタイム始まりました。居酒屋バンライフ、あらゆるアクティビティが用意されております。来た、おー、取れやったすごい。よし、いけるか。ナイスキャッチ。じゃん、タカトさんのキャンピングトレーラー、トリリウム、カナダの車体だそうです。ちょっと見てもいいですか。はい、大丈夫です、汚いのは。さあ見てみましょう。カナダってことは結構断熱とかしっかりしてる感じ。してないです。夜になったら分かるんですけど、光漏れてます。そうなの、そんな雑。でもね、いいんです、アメ車カナダはね、だいたい雑。これね、12V のエアコンを除雪されたということで、はい、これがあるともうめっちゃ楽です。どれ、お邪魔します。本当だ、汚ね。
なかなかね、コンパクトで、実は僕が一番最初に探してたサイズはこのサイズなんですよ。やっぱりね、サーフポイントに行くっていうのが大前提にあったんで、なるべくショートがいいなって思ってたんだけど、いいですね、いいですね。そしてラム板でね、引っ張られてるっていう。僕もアメ車のバンに乗りたいと思ってます。憧れです。スタイルがもうできてますね、タカトスタイル。そしてやっぱ天然パーマのね、ベースボールキャップがこれにまたマッチするわけですよ。ありがとうございます。タクちゃんで合ってる？はい、あ、天然パーマ父ちゃんファミリー。最高。海で泳いでスイカも割って楽しく美味しく夏祭りてってれー。船頭さん到着です。めっちゃレアな車中泊カーがやってまいりました。てってれー。スクールバス、ちょっと覗いてみてもいいですか？ありがとうございます。ロサンゼルス CA スクールバス GMC ですね。あのベースはこれバンデューラ。お邪魔します。ここまでね。テッテレー、ヤッホー、お邪魔します。こんにちは。エアコンが効いてる。おしっこのところ失礼します。ずっとインスタで見てたやつや。うわー、何これ、トイストーリーの部屋だ。あ、これ夜になったら動く。うわすごいね。あ、すごい、みんな揃ってるじゃん。完璧な世界観。さらにこのね、色使いがすごいおしゃれ。じゃん。これベッドは2段ベッド、子供たちの。あ、はい、ワンコ、うん、下は犬の方が広いっていうね。あ、そうなんです、ね、スライドするんですね、それ。すごい可変式になってるんですって、このベッド。うん、これも引っ張ったらベッド。あ、なるほど。そうそう、2人3人ぐらい。うわー、やばいねこれ。しかもこのコンパクトさがめっちゃ日本仕様っていう感じ、いいですよね。で、おトイレだけはあるんですね。ね、ちょっと可愛いおトイレを失礼します。あらー、ちょうどいいサイズ、可愛い。このアメリカンに統一されてるのはやっぱり一つこだわり。そうですね。ね、見た、すごい子供部屋。素敵。ちょっとレトロな感じで ね。あの、これも電子レンジも少しレトロっぽい感じで、すごいコンセプトがしっかりとしてる。いやー、すごい。お父さん一人前になっちゃう。お邪魔しました。アメリカだった。アメリカがあったよ。車時代の年式ってどのぐらいですか？91年ってことは約30年前。30歳。このサイズのスクールバスがあったんですね。そもそも激レアだと思う。うわー、やばい。これ見てください、かっこいい。これ現役？これは現役なんです。現役ギアバックの力で、うん、こう、あー、本当はあれ、昇降してる時は、まあ、もうね、アメリカってストップですもんね。はい、リトルアメリカがここにありました。ありがとうございました、ご紹介。パパさんの、アメリカンスクールバスでした。最高、ありがとうございました。タツニー登場。さあ、タツニーからの差し入れがあるそうです。てってれー。おー、いっぱい。あ、またいっぱい。すごい、もうね、今日、はい、本当に今、うん、取れたて。タツドレ。タツドレです。タツドレ。皆さん食べましょう。やった、いただきます。いただき、みんなで食べましょう。食べましょう。ありがとうございます。めちゃめちゃ甘いっす。Thank you, thank you.、はい、ヤッホー、車でかくなってね。前回あの、すごいちっちゃいのに来たら、急にでかい車になって、車で引いたり寄ったり忙しいよ。
宇都宮からです。どうもどうもどうも、ようこそ。ちょっと雨降ってますけど、すぐ晴れます。俺持ってるから今日も楽しみましょう。よろしくお願いします。東ファミリー、ようこそようこそ居酒屋バンライフへ。池田です。池田さん、ティーチャーです。何ティーチャー？キャンピンティーチャー。キャンピンティーチャー、高校の体育の。あらー、はい、先生今日はいろいろと、ね、教わりたいと思います。いやいやいや、よろしくお願いします。放課後よろしくお願いします。来たよ、今ウェイブで、あの有名なハムチャンネル。どうなの奥さん、最近最高潮最高潮、グッドグッド。最高潮の潮は塩って書くの、奥さん。塩が最高潮ですありがとうございます。どういうこと、ご機嫌いかがですか。もう最高潮ですよ。塩って書きます、今日はマライア、今日はときめき20マライア、キャラマリです。キャラマリ20です。20、ようこそ。今日もいつでもときめいてますか。いつも綺麗だよ。うん、ワンダフルデイズ、ワンライフ堂。どんどんどん。池田さんは高校の先生です。なんで今日はね、コサインシータタンジェント全員覚えて帰ってもらえるので。そういうの苦手です。そういうの苦手です。どんな先生だよ。ひろい姉さんが来ました。姉さん、ようこそ。やばい、やからがまだ仲直りしてないですからね。今日仲直りするからね。リッキー、はじめましてですけど。はじめましてですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最高。今日は読んでくれてありがとうございます。とんでもない。こちらこそ参加してくれてありがとうございます。いや、とんでもない。ありがとうございます。あの、いろいろ俺たち曰くがあるんでね。いろんなわだかまり。まだから、まだしてねえから、俺たち。俺たち、引っ込み思案なの、パパは。引っ込み思案なんですって。あんな派手な車乗ってるくせに。トゥーシャイシャイボーイ、水木さん。シャイシャイ夫婦。シャイシャイ夫婦。トゥーシャイシャイシャイ夫婦。こんなみたい。はじめまして。あ、じゃあ。はじめまして。そこはあれなの、揉めてはいないの。揉めてない。あ、じゃあここだけのね。ここもね、バッチバチやんけ。バッチバチやんけ。今日みんなに言っていただくことは、全員の顔と名前を覚えてもらうことです。いいですか。第3回居酒屋バンライフ、静かに乾杯。流しそうめんタイム始まりました。一回食べるか、すごいね。まだ食べる、すごい。どこ食べましょう。どこ、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 どこ。もう山盛りです。トマトも流れる。カラフルそうめん、行くよ。消しちゃった。キープするもんじゃないの。ゴーゴーゴー、カラフル。朝日だ、みんな。4歳。ちっちゃい子順に並んでください。4歳から。フルスイングで、フルスイングで誰か行って。並んでください、並んでください、並んでください。では、始めたいと思います。スイカ割り大会。トップバッターは、よし、レッツゴー。さあ、トップバッター。それじゃあ、よーい、スタート。レッツゴー。イエーイ。さあ、2番手、レッツゴー。イエーイ。さあ、はい、3番手、コピアンサです。はい、イエーイ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 、ヒューー。前、前だね。前おー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 、行くのか、行くのか、おーい、ナイス。あー、イエーイ、イエーイ、せーの、あー、フルー。
ったー、せーの、おい、けいけー、おー、食べて食べて、旦那座ってる、イエーイ、うわー、スイング本気、おい、大輝さんが行きます、水の呼吸諸物猛進それ無理でしょ、どうだ、さあ居酒屋タイムが始まっております。おのおのの、ブースでね料理が始まってるんで、いや最高ですね、居酒屋バンライフ。射的屋さんがオープンしました、てってれー、すごい、クオリティの高い射的屋さんが、ここが一番狙いやすくて、ヒューン、さあ居酒屋バンライフスタートしました。バンライフ日本支部、煙煙、おい、誰がいるか分かんない、全然バンライフ日本支部がね、スタートしましたんで、バンライフ日本支部、バンライフ日本支部、今日はね、クワガタと、カブトムシも用意されまして、あれ今日、陣屋来てないのなんだよー、ゲイ注目、第3回居酒屋バンライフ静波海岸に皆さん参加いただいてありがとうございます。ここからあの焚き火ね囲んでみんなで一緒に飲んでいきたいと思いますんで、あのフリースタイルで楽しんでください。明日は何日？7月16日。7月16日って言ったら何の日でしょうか、はい、分かる人、せーの、はい、はい、分かりました、49歳、ハッピーバースデー歌える？じゃあ皆さん、池さんにハッピーバースデーのソングをお願いします。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアミケちゃん、天然パーマだけれどもいつも髪が長いけれども、サーフィンはしてるけれども、どうも絶好中だけれども、絶好中だけれども、絶好中だけれども、いやもう一足早いけど私はやっぱり、いつもいろんなとこに連れてってくれてありがとう、皆さん行きましょう、せーの、ハッピーバースデーとぅありがとう、本当ね、あの、おきせがましい自分、自宅自演のハッピーパスでありがとうございました、おめでとう、何歳だの、49歳、天然パーマそれでは始まります、ビーチブラック大会、今回は男性大人メンズ、それから大人レディース、そして商品は先月発売しましたテネパマデザインの T シャツね、あのハイクオリティ版の、しかも今日だけのために作ったカラーです、限定カラーが大人優勝1人、女性優勝1人にプレゼントされます。子供たちには お菓子いっぱい作ってきましたんでね、プレゼントします、頑張ってください。じゃあね、もう早速始めていきます、大人の部から、ちびっ子たちはみんな見ててください、よーいスタート、第1回戦は高戸さんでした。さあ第2回戦、よーいスタート、頑張れイエーイ、池田さん残念いきます、よーいスタート、おとー、あー
ジュニーはーい消えたはーいよーいドン頑張れ頑張れまだまだ旗やったいいか位置についてよーいドン頑張れイエーイやったー行きます小学校高学年の部よーいドンいけーわー誰だ今のはジャッジやったねよーいドン頑張れ頑張れイエーイ母ちゃんたち本気ですさあスタンバイ行くぞよーいドン行けあはーはーやったー白熱した戦いだそれでは行きますよーいドンいけオーケー男子決勝よーいスタートよーいスタートよし決勝勝った人は T シャツがもらえますので気合でもぎ取ってくださいねよーいドンおーやったー伊藤家娘優勝、今回優勝は高藤さんでした男性部女子の部ヒロジェイおめでとう以上、ビーチフラッグ大会でした。ありがとうございました。バイバーイ。一台一台、帰ってきます。これが寂しい。またね、またね。バイバーイ、バイバーイ。サビさん、さようなら。また会いましょう。寂しいよ。お疲れした。よかった。みんな楽しめたみたいで。よかったです、本当に。うん、今回、子供がね、いっぱい楽しめる企画にできたのが。いや、本当にこの暑い中、ありがとうございました。準備とか大変だったと思うけど。今年の夏の1日目をね、作れたかなと。うん、そうね。うん。ひと夏、楽しんでください。ありがとうございました。では、居酒屋バンライフ、またね閉店からからいいね。あ、違う違う。閉店しない。またね。みんな、また遊びに来てよね。お疲れ様。またね、レッキー。また。はい、また。またね。ありがとうね、なおちゃん。またね。ウェブで。バイ。またね、気をつけて、ありがとうございました。またね、バイバイ。またね、ありがとうございました。またね、おきちゃん、またね、バイバイ。バイバイ、ときめき。バイ、またね、気をつけてね。ありがとうございました。楽しかった。また、くじがさん、よろしくお願いします。またね、ぜひ行きましょう、また、はい、はい、ありがとうございました。そこからありがとうございました。ティーファミチーム、ありがとう、またまた遊んでください。またね、どっかで必ず会いましょう。ありがとうございました。またね、さよなら。またね、ありがとうございました。鈴木チームも片付けが進んでおります。楽しいことには終わりがある。
また必ず会いましょう、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ではバイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回もたくさんお世話になりました。ありがとうございました。今回もお世話になりました。ありがとうございました。またね、次来る時までおばちゃんに生きといてもらえなくちゃだから来年もまたお世話になりますんでよろしくお願いします。ノアル、やった、ありがとうございます。はい、ノアルです。最後じゃあ乾杯をしてから帰りたいと思います。ありがとうございました。お世話になりました。イエーイ。ノーマル、はい、乾杯。乾杯。3年ぶりですけど、はい、また来ますんでよろしくお願いします。またお会いしましょう。お願いします、はい、よろしくお願いします。いくよー。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとうございます。それではまた遊び来ます。バイバーイ。ま、ありがとうございました。お元気で。またまたね。今回の居酒屋バンライフはずっと思い描いていた理想の車中泊の形が全部網羅できたなと自信を持って言える回となりました。やっぱり我が家はですね、海の近くでどうしてもやりたいなっていう希望があった中で最高のロケーションだったと思います。その中で全てがね、僕がオーガナイズとしてるわけではないんです。実は流しそうめんを企画してくれたリッキー、それからスイカ割りを企画してくれたズキさん、そして射的コーナーを用意してくれたタルパパ&JK シスターズ、あの自由に買い出し行けるようにチャリンコと電動スクーターを用意してきてくれた方、もうとにかくね、皆さんがこう持ち寄ってくれたアイデア、バラエティー豊かな、ね、アイデアと、そしてみんなの協力があって、それでいて全部でコンプリートできたと本当に思っています。ありがとうございました。なんでこういう風にみんなで、作っていく方、みんなでクリエイトしていく車中泊のイベント、居酒屋バンライフね、次回は全く未定ですけれども、またね、来年の夏ですね、この居酒屋バンライフ、しずなみを必ず第2回としてやりたいと思いますので、また来年お会いしましょう。それではまた、居酒屋バンライこれ流行らないね。そう、居酒屋ね、アクションが地味だったよね。もう一回やり、もう一回かけ声の輪にもう一回撮りましょうか。テイク2、テイク2。来年の夏の始まり、居酒屋バンライブで、迎えましょう。それでは See you バンライほら怪我するって言ったじゃないか。 Dude, that father is 10 men permed